温度が。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回レビューしたこの AK400 を再検証していきます。え、またこれやるの？はい、前回は AMD 環境でのテストだったので、今回はインテル環境でのテストもやってみようかと思います。ただすでに多くのインテルでのテストをしている動画も出ているので、今回はあいつも冷やせるのかやってみました。え、あいつ？あいつです。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは i9-12900K で行ってみましょう。え、ということで、すでに一度レビューはしているので、スペック等はサクッとご紹介です。まず大きさですが、ファン付きで横 127×、 幅 97×、 高さ 155mm となっております。シングルファンモデルの空冷クーラーなので、かなりスリムなクーラーですね。重さは 661g で 6mm のヒートパイプが4本入っております。最大 220W の放熱効率を特徴としているので、ミドル帯の CPU ぐらいなら冷えそうな感じですね。まあ私もそれで Ryzen 7500X を試してみたんですが、3980円という価格から見たら十分に冷えてるクーラーかと思います。なので私はその限界に挑戦したいと思います。え、いやだってこのクーラーが最大 220W の放熱効率らしいので。持っていませんが、 i7-12700K がベースパワー 125W でターボパワーで 190W なので、ここはギリギリ超えられそうな感はあるじゃないですか。まあ数字だけ見れば。で、私が持っている i9-12900K の TDP がベースパワーが 125W でターボパワーが 241W なんですよね。うん。なので、ワンチャン冷やせるんじゃないかと思っています。まあやってみないことにはわからないもんね。それではやってみましょう。シュラララ。それではまず今回の検証機のご紹介から。インテル12世代コア i9 を使った構成となっております。またオープンフレームでの計測となるので、ケースに入れての検証よりは冷えてくれると思います。あと検証時の室温は22度で計測いたしました。それでは AK400 を取り付けていきましょう。まずはマザーボードの裏面にバックプレートを取り付けます。このバックプレートは金属製となっているので、かなり強度は高そうです。あとインテル12世代の LGA1700 の場合はピンを一番外側にした状態で取り付けます。続いて CPU 側にクッションを入れていきます。こちらのクッションには1700と書かれているものを取り付けていきます。LGA1200 以前のものは別のクッションが入っているので、そちらを取り付けてください。こんな感じで取り付けます。続いてマウントプレートを取り付けていきます。この AK400 はメモリと IO 側にピンが来るように置くと CPU クーラーが横向きに設置できるようになります。はい、こんな感じですね。それでは続いてクーラー本体を取り付けていきましょう。今回まずはこの付属しているグリスから検証してみたいと思います。そういえばこの付属しているグリスってなんで買えるの？それなんですが、空冷でも水冷でも CPU クーラーに最初から付属しているグリスは性能があまり良くないんですよね。もちろん全く使えないってわけではないんですが、AMD だとすっぽんの原因になったり、CPU の発熱が抑えられなかったりするんですよね。だから CPU クーラーを取り付ける際は、グリスを交換する人が多いんです。なるほど、そういうことだったのね。ということで最後にファンを取り付けて、マークが逆向きですが、ヒートシンクが左右対称なんで多分大丈夫でしょう。完成となりました。それでは実際に動かしてみましょう。こちらの MSI のマザーボードは最初に起動するとこのように取り付けたクーラーの電源設定ができます。とりあえずまずはボックスクーラーを選択します。こちらはターボパワー時に 241W まで対応となるので、この CPU クーラーがどこまで対応できるのか見てみたいと思います。最大 220W までなんだからすでにオーバーしてる説。とりあえずアイドル時では24度前後となっているので、まあ普通に使う分には大丈夫そうですね。でもあんたこれ普通に使わないでしょ。やはりシネベンチは回さないとですよね。そうなるわよね。シュラララ。シネベンチ R23? それではシネベンチ R23 を回していきましょう。で、ちょっと、回し始めた途端に温度が、
さすがに最大効率 220W の CPU クーラーに、最大 241W の CPU はきつそうですね。ということで結果を見てみましょう。マルチが 26,896 ポイントでシングルが 1,991 ポイント、マルチ10分間では 26,741 ポイントとなりました。で、肝心なのは温度ですよね。アイドル時は24度とネットサーフィン程度であれば問題ないのですが、さすがにシネベンチとなるとマルチ1回30秒ぐらいで91度、10分間では99度となってしまいました。99度はやばいわね。ですね。おいおい、シュラウド。え、まさかお前こんなので満足してないだろうな。どういうこと？電力設定が 241W で満足してるのかってことだよ。それは。ってことはやることはわかってるんだろうな。あれをやるしかないってことか。わかってればいいんだよ、わかってれば。今のは一体、なんかあった。いや、何も。では続いて少し設定を変えていこうと思います。それでは次は電力を無制限にして試してみたいと思います。あんたバカ。まあでもここまで来たら無制限だとどのくらい上がるのか気になるじゃないですか。ということでやってみました。電力無制限 12900K です。うわ、なんかさっきより温度の上げ幅が上がってない。サーマルスロットリングが起きるまでは発熱が爆上がりしますね。では結果を見てみましょう。マルチが 27104 ポイントでシングルが 2012 ポイント。マルチ10分間では 26879 ポイントとなりました。最高温度は、マルチ1回も10分間もどちらも100度まで上がってしまいました。でしょうね。先ほどの電力制限ありとなしの比較だとこんな感じです。電力制限がなくなった分、結果も良くはなってるわね。100度だけど。じゃあこれはあくまで付属グリスなので。次はグリスを変えて挑戦してみたいと思います。今回も使用するのは、SMZ01R になります。果たして熱伝導率が高い CPU グリスに変えた結果、AK400 でも熱を抑えることができるのか試してみたいと思います。グリス変えるだけで変わるのかな？ちょっと気になりますよね。ということでやってみましたシネベンチ R23。上昇具合は変わったのかしら？付属のグリスに比べたら山の頂上が先ほどより低そうな気もしますね。それでは結果を見てみましょう。マルチが 28,696 ポイント、シングル 1,991 ポイント、マルチ10分間が 26,741 ポイントとなり、最高温度はマルチ1回が81度、10分間が85度となりました。付属グリスと比較するとこんな感じ。こう見るとグリスを変えただけで10度近く変わってますね。確かにこの差はすごいわね。では無制限もやってみましょう。それではこちらの方も結果を見ていきましょう。電力無制限の場合は、グリスを変えた場合も残念ながら差はなかったです。どちらも最高温度が100度になってるし、ここまで来るとグリスレベルの話じゃないってことね。ですね。シュラララ。はい、ということで今回のまとめはこちら。さすがに電力無制限での i9 を冷やし切ることはできませんでしたが、意外にもグリスを交換した電力制限付きは、なかなか良い結果だったんじゃないかなと思います。確かに他の3つに比べたら使えそうな温度ね。ということで今回は、ディープクールの新商品、AK400 を検証してみました。この性能だとエントリーやミドルスペックの CPU には、かなり重宝する CPU クーラーになるかと思います。3980円だしとりあえず1個持っててもいいかもね。ですです。気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。インテルー、最強。ちょ。